一体どこにあるの？やめておこう。これ。こいつはどうだ？おとなしくしやがれ。こいつはどうだ？こいつはどうだ？おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。助かったよ。セピロス騎士団の人たちよりよっぽど頼りになるのね。これぐらい朝飯前だ。こいつは旅人として毎日いろんな厄介事を解決してきてるからな。旅人？じゃあ君だったのね。まさか待ち合わせ相手に助けられるなんて。それじゃあお前が…ちょうどどうお礼をしたらいいか考えてたの。今回の情報はタダでいいわ。情報屋は人脈を重んじるからね。やったー！でも結局得するのはガイアじゃないか。それじゃあよく聞いてね。アルカ湖の城に六本腕の巨人が3体いる。二体は…ねえ、それだけ？この情報が記されている紙にはこんな絵も書いてあったわ。これは宝の地図か？はあ、苦労して手がかりを手に入れたはいいけど、でもこんなもん旅人にかかれば大したことないよな。
ま、解けなかったらガイアに聞いてみよう。あいつ、頭は切れるみたいだからな。この紙はあなたたちにあげる。忘れたらいつでも読み返してみて。ひひ、ありがとう。湖の城に六本腕の巨人が三体いる。二体は神の像を守り、一体は神々の財宝を守っている。どういう意味だろうな。ガイアの手を借りたくないなら、ひとまず、オイラたちで考えてみようぜ。さあ！こいつはどうだ？やっ！この感覚、たまらないよね。
何か。おとなしく仕上がる。風邪ひくなよ。
これ。 これ。
おとなしくしやがる。ちょっとビリビリさせないと、しびれなさい。七天神像だ。
を捧げて神がどう答えるか見てみようぜ。天神像の祝福を感じたか？モンドの人たちはそれを失われた風神の瞳って呼んでるんだ。心臓の眼下へはめ込むのに値するって意味だ。作られた宝石をツバメが加えて飛んでったって逸話もあるけど、実は失われた風神の瞳に実体はないんだ。神の目を持つ人、神の目は持ってないけど、この世界の常識を超えたお前なら、心臓に風神の瞳を捧げると祝福をもっともっともらえるぞ。はっ、しびれなさい。
次は何作ろうかしら。ん？君たちも冒険者なの？通りすがりの旅人だよ。料理の準備か？旅人さんね、いらっしゃい。私はリン、冒険者協会所属、サバイバルのプロよ。見ての通り、腹が減っては冒険ができぬというのがサバイバルの心得の第一項目だからね。ピクニック、オイラも大好きなんだ。オイラの仲間も料理が得意だぞ。そうだろ？おお、鍋の準備はできてるから腕前を見せて。こうやって切磋琢磨しながら料理できる機会は珍しいわ。キノコと肉が桶に入っているから、それで鶏肉と野生キノコの串焼きを作って。協会のサバイバルのプロとは私のことよ。もうできたの？ではいただきます。こくり、思ったよりおいしい。君やっぱりセンスあるわね。そうだろう。君の腕ならもっと難しい料理に挑戦してみてもいいわよ。私の荷物に生の食材がまだ少しあるから君にあげるわ。料理のお礼よ。え？いいのか？お前。大丈夫よ。野外探検で食材はたくさん手に入るから。君たちも周りをよく観察することね。それから鹿狩りで食材と料理を販売してるから、時間がある時に寄ってみるといいわ。情報ありがとう。っておい、オイラにも鶏肉と野生キノコの串焼き残しといてくれよ。冒険者協会の
Thank you.
汗だけだ。俺なんてまだまだだな。モンドへ。